底屋の京都地獄の底で死に腐れ、どうも哲也です。吉光オリジナルソング各音楽サイトに配信中なり、さあね、今日も10日の親しっかりと面白い動画を撮っていきたいということなんですけどね、はい、面白い動画やべ、ネタが思いつく、あーえ、哲也ネタが思いつかなすぎて、大丈夫か、あー、哲也え、誰か誰かおいさま、哲也がネタが思いつかない病になって目かかない、あー、やばいやばいやばい、哲也が5000万円いただきました。意外と入れてやすい。思いついた。あなたはまさかブラックジャックです。ブラックジャック先生。今ね、生死の狭間をさまよってる時にブラックジャックっていうこう単語が浮かんでね、なんかブラックジャックで面白そうな企画取れそうだなとか思ったんですけど、なんかこれ種にならないかな。分かった。え、トランプのブラックジャックだ。あ、人じゃなくて、しない、こう、うん、21揃える方が、でもすごいシンプルじゃないか、ブラックジャックだけだと。確かにな、それじゃあちょっとまた、ああ、ほっさられちゃう、なんか月のかけらを集めて夢を語り眠る何を今の主題歌を思い出したの。懐かしいぜあーそうだ、トランプじゃなくて人でやったらどうだ。例えばブラックジャック先生が出したお題があって、うん、21にできそうな人に電話をかけて、うん、数字をこう答えてもらって、うん、その数字で勝負するっていうのはどうだ。面白そう。いいぜ、なりどうですか先生。わかりました、1億円万円いただきました。1億円万円。ただし私もね、医者なのでね、こんな無条件でやることはできないね。え？このブラックジャックでね、負けた人は罰を受けていただかなくていけないね。お金だけではなく。罰？何だり？どういう罰だと思う？どういう罰だろうな。どういう罰だろうか。ブラックジャックの格好、5000万週間いただきました。しぶしょうなり。ちょっと人間的に無理ですよそんなのは。わかりました、3週間でいいでしょう。長くない。何3って21だ。あー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 すごいなり。やるしかないなり。もうね、綺麗だから大きい数字から来られたらもう俺ら下げれないんだもん病気だよ、直してもらう。ブラックジャック先生十字架背負いたくなって。病気だよ。でもこれはお友達のことをよく知ってれば簡単に21が出せる勝負じゃないですか。確かにドンピシャ狙いやすいよね、トランプより。まあじゃあ3試合やってドベが生まれた瞬間にしましょう。ああいいですね。基本的には21から一番遠かった人、もしくはドボンした人が、まあ1ね、悪い使用ができます。悪いポイントのこと使用っていうんですね。これ以上に面白くなるのかな、ブラックジャックなり。無理よね、もうこれダメよ、もう何やっても一番もろいのやめてくんない。俺はちょっと失礼な。あらたつな大塚明夫ボイスしてるつもり、それメガネ取ってこいよ。なんでメガネなんだ。第一問、はい、はい、何々、妹ないしは弟の年齢。うわ、なるほど。うわ、なるほど、なり。うわー、はい、何々、決まったなり。もしもし、お疲れ様です。あ、お疲れ様ですなり、一つだけ質問をしてほしいなり、はい、あ、じゃあ、してさせていただきたいなり。はい、どうぞなり。弟もしくは妹はいますか。います、います、います。はい、弟は1個下ですね、19歳。19歳ですね。ありがとうございますなり。たくさんいるんですよね、ご兄弟なり、はい、そうです、私12兄弟です。この情報俺は知っていた。ありがとうございます。すいません、移動中になり。19の行動強ー。19は強いんじゃない、もうステイで。よし、かけます。出れないかな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。弟の年齢聞いてもいい。まあ第一だから18歳。おお、ありがとうございます。主要感じないねー。やばい、ラストチャンス。あー、頼む、出てくれ。しかも出た挙句どうだ。あ、もしもし、はい、弟何歳だっけ。弟26。あれ、え、もう一人いなかったっけ。あれ、24もおるよ。もう一個弟。うん、そんぐらいの感じの感覚で。もういないな。ありがとうな。あ誰ですか。誰、
中学の同級生。おい苦肉の策使って、しかもドボンしてる。おー、なんかすげえ年下のイメージあったんだって。ジェジャブに中央保険。あー、調子悪い。よし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 、でかいね。でかすぎるなり。次のお題、はい、今までにした性交渉の人数かっこそういうお店を除く。うわーこれはちょっと聞ける人が絞られてないな。人が限られるし。ふざけんなよ。おーい、スタート。まあ、21って言ったらまあ多いんですかね。ひめまるくんといくつくらいだね。10とかじゃないですか。10、11とか。ほんとに嘘を作ってないよ。私は一緒だぞ。最近嫁が動画見てるからって。お前じゃあ300だよ。じゃあ300。はい、どうぞ。来たまえ。はい、もしもし。さあ、岩くん、金なり。おお。一つ質問に答えてもらうだけで大丈夫なり。あ、オッケーです、オッケーです。はい、今まで何人と性交渉した。うわー、ざっくりで。はい、なり。多分はい、なり15とか。おお、ありがとうございます、なり。でもこれ以上増えないんで。おお。さらっとこういうこと。こよ。意外意外だな。もうちょっと言ってようと思った。これ1、2狙いやすいもんな。うん、確かに。多少足していくのはできますので。あ、もしもし。もしもし。あ、もしもし。もしもし。あの、何回目かな。14ですね。おお。あ、多いな。ありがとうね。はい。お前、俺より多いのどういうこと？いや、いい数字じゃないですか。うん。いいじゃないの。いきます。うわ。もしもし。はいよ。風俗を除いた性交渉の数を教えてください。20人くらい。おー、何20人くらい。正確にお願いします。なんか、これだって言うんだとしたら、これだって言うとしたら、うん、じゃあ21。ありがとう。俺の性交渉が1増えたと言っていいぐらい気持ちいい。最高。すごっ。もしもし。はい、成田。え、何？経験人数教えてくれん。3ですかね。あ、ありがとうございます。うざいなぁ。の車に経験人数ダメだっつの。うざいなぁ。もしもし、増田。経験人数教えてもらっていいですか。そりゃそうだ。4か。ありがとう。あ、よっしゃ、ブラックジャック。俺もブラックジャックするしかない。もう身内身内でね、もう受けやっていく。いや、でも本当に知らなかった、増田も成田も。ちなみに君はいくつなので。僕ですか。僕はなんか50ぐらいってよく言ってます。なるほど。はい。もうちょい広げてくれてもいいやろ。私医者だからね、患者のプライベートを喋れない。いや、さらしたいよ。あんたの振りでさらしただよ。もしもし、なり。あ、お疲れ様です。お疲れ様です、なり。経験人数を教えてもらってもいいですか、なり。いきなりですよ。正式の数分かんないんで、大体でもいいですか。はい、なり。30。どうしてもどうにもならない。医者は神ではないんだ。柴田君に特大の塩をかける。みんなさ、ちゃんと一回悩んでさ、真剣に答えようとするとか面白いよね。普通に適当に言っても何もバレない。いや、普通にちょっと恥ずかしいんだって、絶対。普通に。うわー、のせいでめちゃめちゃ本当なんだな。第3試合。はい、何なり。今、財布に入っている万札の数。ほー、なり。いいお題だな、確かに。いや、今現金を持ち歩くかどうかっていうところよね、なり。そうですね。あれ、すいません、誰か電話鳴ってますよ。同時ですよ。消しといてください。もしもし、あのね、電話取ってんです。あ、もしもし、ごめん、質問なんだけど、なり。あ、しばゆか。なんでスピーカーにするんだね。あの方も聞いてもらっていいか。あっちゃい、あっちゃい、こっちゃい。財布の中身の万札の数を教えてほしい、なり。あ、万札、ちょっと待って。キャッシュレス派だけど、一応持ってる派だと思うんだよ。あ、来た。おい、しょっと。電話の企画ないよ。ちょっと切開していいですか。あ、どうぞ。財布を。メス。いいの、メス。
150枚。ちょ、見てベース暗殺は0枚。あ、ないないよ、ゆうか0枚。俺は暗殺を持ち上げるからちょっとその顔の前で、あの僕より上手いのやめてもらえない。ヨコに徹しよう。声当ててもらったの。てるでしょ、きっと。リサ君は今ちょっといろいろ疲れてるとはね、罰ゲーム受けないでほしいね。2022年完走しようすんの。はいはい。あ、もしもし、今財布の中に入ってる万札の数を教えてもらっていいですか。万札の数って、よいしょ。どれどれ、そんな浮かれてる。いい声入ってるよ。はい、0枚です。そうだよ。だって現金持ち歩かんっていつも言うじゃん。だってお前帰ってきたら21万お前に戻してるからな、無理やに。一応もう刻みたいんで、はい、どんどん行きます。もしもしなり、もし財布の中の万札の数を教えてほしいなり。誰だねこの人。高山だよ。なんで、なんであの4人の中でも一番持ってなさそうなやつ。いいですか。はい、持って行きます。さすがに持ってる。はい、早っ。財布の中に入ってる万札の数を教えてください。財布の中に入ってる万札の数。おお、もう確かにな。岡崎市民だからな。岡崎市民でまあ金持ってますよ。いや、しかしこいつはデブ賞だから一気に落とすタイプかもしれんぞ。万札は4枚です。おお、4。ナイス。お疲れちゃんです。本物だ。現地の質問なんだけど、なり財布の中の万札の数教えてほしいなり。最近俺ね、でも止まって止まって5枚です。ありがとうございます、なり。中途半端だよ。変なやつしかいない。なんでお前の変なやつにかけんだよ。昔なら超えてたんだよ。え、なんだ。うわ、そっち行ってから。もしもし、財布の中の万札の数を教えてもらってもいいですか。財布の数の、財布の数の数だな。財布の中の万札かけじゃない。お前、なんかこの時期によ、あれ以上言える。財布の中に入ってる万札の数、2枚です。ちょうど晩御飯の買い物できるくらいみたいなんだよ。え、ドミニ。そうなんだよね。どうに。千円自販機に出てきた財布使ってんだよ。じゃあまたね。はいはい、ありがとう。いいですか。はい、どうぞ。お疲れです。お疲れ様です。あれしゃ、あれしゃ、今動画撮ってるけどいい。あ、いいですよ。もしもした。財布の中の1万円札の数を教えてください。財布の中身に入っている1万円札は2万円でございます。なるほど、なり。2万円あれば大丈夫なんだろうな。もしもし、お疲れ様です。内藤さん、内藤さん、今財布の中に入ってる万札の数を教えてもらってもいいですか。財布の中に1回ずつです。はい、もうかける人はすぐ行ってくださいね。はい、あ、もしもし、お疲れ様です、なり。お疲れ様です、ご無沙汰します。 あの質問なんですけども、お財布の中に1万円札って何枚入ってますか。はい、あのですね、僕今アメリカにいまして。え、なんと1ドル札、約100ドル札しか入ってないんですよ。あ、そっか、こんなバターが1万円札ゼロですね今。あ、そっか。なんでトリッキーの間違いをすんだお前。はい、すいません、それだけです。100ドル札はカウントされないですか。100ドル札はちょっとあれなんですよね。一応聞いてみて。100ドル札はちなみに何枚ありますか。100ドル札はね、今700枚くらい。めちゃめちゃ買ってる。うわー、出るか。出るな。いや、あの、終了。量産の股間に使用保険。うわー、アイナリー。うわ、並んだ。
面白くなってきましたね。うわ、次で絶対勝負が決まります。最後のブラックジャック、はい、かけた友達の好きな数字。何言っとんの。ちょっと待って、さあギャンブルしましょう。なるほどね。ちょっと待って、マジギャンブルすぎない？あ、もしもし、ヘキホーナリ。あ、ヘキホーナリです。あの、質問なんですけど、はい、好きな数字を教えてもらっていいですか。ナリ、好きな数字、好きな数字、はい、ナリ、4。おー、ありがとうございます、ナリ。なるほど。登録名なんで相馬と呼んでたの。昔やられたんだよ。俺か。お前かい。ちょっと最終戦5分にしますね。まああんまりかな、ちまちま刻むような勝負でもないと思うので。あ、もしもし、お疲れ様。お疲れです。久しぶり。今ちょっと動画撮ってんだけどさ、好きな数字を教えてください。19で。ありがとうございます。じゃあまたね、またご飯行こうね。何それ。背番号19番の選手。山岡。うわうわすごい。山岡選手、ありがとう。なんで急にみんなこの電話出なかったの。俺の、もしもし、さ、社長さん、もしもし、もしもし、あの、おゆうちゃん、どうしたよ。好きな数字教えてもらっていいですか。好きな数字、3。サチオの3。7とかじゃなくて、え、ラストとかじゃないですか、これ。いや、どうしますか。しばらくさんがいいっていうのであれば、1回ずつやりますわ。ステイです。1回ずつやろうよ、1回ずつ。ね、俺がもし超えちゃったら、お前もやっていいからさ。やんないよ。高い勝負しようや。今、4対3だもんね。お前、これで動画終わりだぞ、いいのか。全然動画的にとかないから。全然ないから、なり。どうなんですか、ブラックさん。いや、もうこれは、しばらくがいいよというのであれば、あと1回だけお互いできますよ。俺先行でいいんで。よし、やりません。哲也君に塩発見。ダメ、の食いすぎて。哲也君は腫瘍2つあるということでね、緊急オペを開始します。あれ、シク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 、あーあー、先生、危ないです、これで本当に。健康状況痛いから。3週間ブラックシャツ。俺の2022年どうなってんだ。ええよ、待って、俺普通の服着れないの。バグにすぎ。いや、これは結構いい服としてはかっこいいよ。俺私服の全部売ってるのかよ。いらねえもん、あいつら。今電話がちょっと帰ってきちゃって、一応いいっすか。まあ一応ね。あ、もしもし、はい、すいません、いきなり電話しちゃって。はい、はい、今ちょっと企画でですね、好きな数字を聞いてるんですけども。おお、即答だ。それはヒカキンさんの好きな数字教えてもらっていいですか。はい、いきます。私はいつも動画でも言ってますけど、ラッキーセブン。いやありがとうございます。ありがとうございました。立ち幅跳び楽しかったわ。あ、そうですか。またそう言ってもらえるとお金かけた甲斐がありました。ありがとうございました。はい、バーイ。それが出てれば危なかった。いやー、人生ってタイミングだな。本当にヒカキンさんは俺を面白くしてくれたのか。